はいどうもこんにちは、ホテルズの鳥居圭介と石井義也です。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、今日は、題名を見て分かる通り、今回に関しては僕の春夏のスタイリングを紹介したいと思っております。はい、前編、前編後編みたいな感じで、前編後編、パッと撮れればね、そうだね、撮れなかったら、普通に俺で1本、吉也で1本みたいな感じで、いい感じに、やろうよ。やりましょう。やりましょうよという感じでやっていくんですけど、はい、で、今回のその春夏のスタイリング紹介なんですけど、服はまあ持ってるんで、その中で、どういうことを意識してなんかちょっとコーディネート組もうかなと思った時に大事にしたい、春夏大事にしたいのは色物を大事にしたいのと、あとあんまり黒を着ない、色物を着るとあんま買わないかもしれないけど、とあと一つ大事なものです。何でしょう。あと一つも大事なもの。大事なもの。春夏ファッションといえば。春夏ファッションといえば、大事なこと。大事な色味でもなく、黒じゃない、大事なこと。大事なこと、一番大事。涼しさですか。正解です。そうです、涼しさ。当たり前ですね。当たり前なんですよ。悩みすぎた、悩みすぎたっすわ。そう、その涼しさっていうのも、ちょっと僕の中で一つ、大事なトピックスというかして、ちょっとスタイリングを組んでみたので、なんか紹介していこうかなと思いますね。はい、ということで、じゃあまず一つ目、離れてもいいかな、ここら辺にちょっと写真を出そうかな。はい。で、出してない、大丈夫。出してない。じゃあ、コーデ目、こちら。はい、こういう感じで、まずアイテムの説明からしていきますと、シャツは丸にのシャツに、ブレスのショーツですね。で、靴はもうちょっとモダンっぽくしたくて、ショックス、ナイキのショックスを合わせて、スタイリングの方を組んでみたんですけど、どうですか。いや、アイテムがかっこよすぎる。ブレス好きだもんね、ヨシアも。ブレスかっこいい、もう最強だよね。いや、これは俺の中でも本当に一生大事にしていくやつかな。色味もね、やっぱ爽やかだね、さっき言ってたよね。涼しげもあるし、なんかブレスのショーツってなんかナイキのスウェットとリーバイスくっつけてるじゃん。そうだね。だから、なんかちょっとこうストリートじゃない、ちょっとストリート要素あるじゃん。それになんかマルニの綺麗なシャツ合わせてるから、いや、なんかめちゃめちゃかっこいいなって思っちゃったんですね。思っちゃいました。高評価。高評価ですね。じゃあ点数にしようか。よしや点数にしよう。はい。何点満点のつける？100点満点でいく。100点満点で。100点満点か。友達だからさ、そういう遠慮いらないから、もう好きなよ。俺が個人的に好きかどうかでしょ。よしや的にはこの人街で歩いたらかっこいいなって思うか。思う。もうマックスやばいが100ね。マックスやばいが100。マックスやばくないが0。はい。どうぞ。マックスやばいが100でしょ。もう95だね。おー、いいね。俺はめちゃめちゃ好き。一発目からこんなことないんだ。ありがとう。めちゃめちゃ俺は好きだよ。嬉しい。かっこいいな。同じ服好きからそうやって言われると嬉しいです。個人的になんですけど。はい、ということで、じゃあ着用動画撮ってみたので見てください。どうぞ。はい、ということで、じゃあ次コーデ2、行ってまいりましょう。お願いします。お願いします。ということで、2つ目のコーデはこちら。はい。これもまずアイテムの説明からさせていただきますと、トップスっていうか、ニットベストがラコステ、ラコステのニットベストで白 T に、パンツが、オーラリーの、ライトナイロン、軽いナイロンのパンツ、ファディングパンツだっけな、前紹介したかもね。そうだね、2人で最近のヘビロテパンツ、ヘビロテアイテムでこういう紹介したんですけど、詳しくは見てください、そっちを。はい、お願いします。そうです、靴合わせてました。靴はクラックスですね。クラックスを履いて合わせておりました。こんな感じのコーデですね。気をつけた点っていうと、特にないんですけど、今回コーディネートは俺っぽいよね。俺じゃんみたいな。なかなかそんな色味似合う人もいないしね。あ、本当、ありがとう。いや、黄色って難しいと思う。僕絶対着れないんで。色物、けど今年中ね、色物頑張って着るでしょ。ジャケットと着る。僕結構寒色系は着れるんですけど、暖色系ってなんかすごい抵抗があって。確かに難しいよね。難しい。色味は多いよね、俺多分。多いね。色味の服は多いかもしれない。確かに。そんな色味をなんかちょっと今シーズンっぽく白とかグレーとかで、ベージュ系のカラーで。
まとめてみたという感じのスタイリングですかね。じゃあまあ早速なんですか、評価を。評価、評価ってむずいな。評価ね、はいはい、85で85点、はい、まあ、まあ、高評価、全然高評価っすよ。全然高評価だ、ね、全然上です。ありがたい。でもこんな点数つけていいのか分かんないですもん僕。本当けど低いって思われるかもしれないですからね。85点が低くない、低くない、高いでしょ。50点って一般人だから。あ、そういうことか。一般人っていうか高くつけすぎたかもな。 OK。 なんでいいかなって思ったのは、うん、僕も結構そうなんですけど、結構足元とトップスで色拾うこと多いんで、うん、やっぱクラークスもベージュじゃないですか、うん、まあ黄色系、うん、でベストもなんかそんなにマッキッキっていうよりはそうだね、うん、ちょっと淡いような、うん、こうなんて言うんだろう、パステルカラーっぽい黄色じゃないですか。うまくこう色拾えてるし、で夏場ってやっぱ T シャツ1枚になっちゃうね。まあ結局ね、まあ、まあ暑いし汗かいちゃうし、でもそこでこうちょっと薄手のニットベストとか、うん、ベスト着るとなんかちょっと人と違ったような感じになるかなと思うんで、うん、確かにね、うん、まあいいなと、おしゃれだなと思いますね。よし、ということでどうぞ。はい、ということで、はい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 、ということで3つ目、3コーデ目の紹介の方をしていきたいと思います、はい、こちら、はい、トップスが、ワコーマリアのシャツ、はい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 、バスキアだ、バスキアね、バスケシャツに、ショーツがシュプリームの、去年ずっと入ってたじゃん。あー、毛足長かったやつね。そう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 、あれに、ま、マルジェラの靴を合わせて、はい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 、はい、まあまあ、結局いつも通りだね、俺だね、もうイメージ通りみたいな感じになったことあるかもの感じのスタイリング組んでみました、うん、なんか俺的にワコマリアのパンシャツはなんか白系とも相性いいんですけど、うん、白パンとかでもショーツ、白のショーツとかで合わすとなんかちょっとリゾート感っていう、確かに確かに、お前ちょっとパリピやんみたいな、確かにね、そうそう、リゾート感出るなと思って、うん、これはなんか黒のアイテム、黒のパンツで合わせた方がいいかなと思って、うん、まあ、今回はなんかちょっと黒の靴、黒のパンツでシックにまとめつつ、なんかシャツはなんかワコンマリアでなんかちょっと派手に着ちゃおうかなという感じで、うん、なるほどなるほどなるほど、確かにね、浜辺とかにいそうだもんね、ハワイとかの、うん、ハワイっぽいよね、うん、まあアロハシャツだし、まあそうかもしれないけど、それをどうやってなんか普通のアロハシャツと違うように着るのかっていうのがなんかまあどっちかというと服の楽しみ方だとは思うんで、まあそういう感じのスタイリングにしてみました。はい、ということでじゃあ点数お願いします。じゃん、いいですか。80点で、普通さ、うん、上がるんじゃない。いや、じゃあ個人的に好きな構図だから、俺は好きなのは多分本当に多分1コード目が一番が、俺も全然着やすいなって思ったやつだし、うん、かな、下がってきたからなんかちょっと、いやいや高いよ、高いね、高いよ、80点高い、うん、okay、高いよ、偏差値で言ったら何年ね、70ぐらいあるよ多分ね。偏差値70ってやばくない、東大やない。まあでもなんだろう、まあ、まとまり感はあるなと思ったんですよね、うん、色味もそうだし、うん、色味っていうかまあなんだろう、まあなんだろうな、こうめちゃめちゃ派手じゃないですか、トップスが、うん、柄のシャツで、うん、けどまあ下でこう、まあ、ケスケも言ってたんですけど、下でこう黒で合わせて統一感あるっていうか、うん、なんだろう、そんな派手派手しくないし、うん、まあ着やすいのかなって思って、うん、まあそうだね、うん、まあなかなかワコマリアの今回の柄シャツみたいなのってなんあんまないと思うんですけど、うん、やっぱそこでも人と違い出てるなと思って、そうっす、おしゃれだなって思いました、そうっす、ってことでじゃあどうぞ。
はい、という感じになっております、はい、どうだったでしょうか。まあ皆さんのね、うん、これからの春夏のスタイルをちょっと参考にしていただけたらとても嬉しいです。まあでもどうなんだろうね、真似しやすいのかな。難しい話だけど、うん、ユニクロ買ってる人に見てほしいとかそういう感じではないので、まあまあまあ、まあ、どっちかといったらね、まあ、真似しやすいというか、あ、こういう色合わせいいなとか、うん、確かにね、色合わせでなんかそうそう、だからどっちかというとそっちの方が嬉しいかもしれないです、うん、いや買えねえしとか別にそういうことをお願い買ってって言ってるわけじゃないんで、買ってじゃない、ちょっと強いよ俺ちょっと強いちょっと強気やけど、でもなんかそのユニクロ買ってる人でもなんか、あ、こういうスシプリームっていうブランドあるんだとか、なんかそういう感じになった方がなんか俺はちょっと嬉しいし、見てもらった人もなんかためになるのかなと思います。かっこいいなって思ってくれたら ね嬉しいし、そうそうそう、それでなんかインスタとかに上がってる服とか、なんか教えてくださいとか、なんかそういうのもいいかなと。めちゃめちゃ嬉しいという感じで、はい、まあ、今回は鳥居圭介の春夏のコーディネート参戦ということでやらせていただいたので、はい、まあ来週ぐらいに、まあ、石毛よしや春夏コーディネート参戦、はい、僕のも、うん、やりたいね、頑張ってコーデします、頑張ってコーデ、そうだね、うん、ではやっていきたいと思います。はい、じゃあ皆さんぜひ、ありがとうございました。ありがとうございます。どうも中村です